松村草は岩田箱か松村草族の常緑の多年草一族一種からなる。従来の新エングラー体系では岩田箱かはしそめに、クロンキスト体系ではゴマのハぐさめに含められていた。新しい APG 植物分類体系ではしそめに含める。茎は直立し、高さは15から70センチメートルになる。葉は耐性し、葉芯は 長さ5から2 0トル、幅2から8センチメートルになる、歪んだ卵型、または長大型で、長さ0.5から5センチメートルになる傭兵があり、先端は尖り、円に不規則な低い巨子がある。葉は、下部のものは小さく、中部で大きく、上部のものは小さくなり、耐性する葉は左右で、大きさが著しく異なる。植物体全体に、白色の合毛,毛がある。 花器は7から10月。茎先に長さ10から50センチメートルになる双状花序をつけ、多数の黄色の花を一方向きにつける。また、花序の上部は不燃下となって水上につき、溶液から出る花序は無正目状の固定が水上につき、下水させることがある。花の基部にツトがあり、皮心型で先は鋭く尖る。額は緑色で、五神列し。 角裂片は長さ7から12ミリメートルになる筆心型で細く先が鋭く尖る。果敢は長さ3.5センチメートル幅1.2センチメートルの筒型で基部はややくびれて細まり先は神経で5列し外面に縦の筋が入り線毛があり鼻のド部に赤葛色の縁がある。湯髄は4個あり2個ずつ長さが異なる。しは 南蛮が密生し、花中は、糸状で花冠部により短い。果実は、卵形の果てで、長さ6から8ミリメートル、幅5ミリメートルになり、毛が治癒する。種子は、多数ううあり、ごく小さく、楕円型になり、両端に付属体がつく。日本では、入表島と石垣島に分布し、常緑紅葉樹林中の川沿いの水が、滴り落ちるような、 湿った崖面に稀に生育する。自生地は、西表島の三河川で数箇所、石垣島では一箇所知られているが、各地とも個体数が極めて少ない。減少の要因として、園芸用の採集が挙げられるが、そもそも自生する場所と個体数が少ない。世界では、中国大陸南部、台湾に分布する。和名は、植物学者で、 東京大学小石川植物園の初代園長を務めた松村勤さんを記念して付けられた。絶滅危惧 IA 類2000年レッドデータブックでは絶滅危惧ル類。松村相続は岩田箱かの族の一つ。花は相乗果樹に並び、不燃花、または無償目状の固定が水上につく。果実は果てで中の種子の両端に付属体がある。 本族には松村荘一種のみが知られている。ありがとうございます。